2006年のグッドウッドフェスティバルオブスピードで走行するブラバム BT24 レプコブラバム BT24 はブラバムが開発したフォーミュラワンカー。1967年シーズンにブラバムレーシングチームが使用した3台の車のうちの一つ。BT24 のシャシーは3台のみが実戦に投入された。ロン・トーラナックが設計した BT24 は スペースフレームのシャシーにパワー不足のレプコ V8 エンジンを搭載し、いくらか時代遅れであった。ほぼ同時期にデビューしたロータス49と比べると、ブラバムは時代遅れに見えたが、その高い信頼性はウサギとカメになぞらえると、ウサギのロータスに対するカメとなった。ディフェンディングチャンピオンのジャック・ブラバムとデニス・ハルムのドライブする BT24 はシーズン三勝を上げ、 ロータスのジム・クラークが挙げた4勝にはかなわなかったものの2位6回、3位2回、4位と5位が1回とチームは4位にコンストラクターズタイトルを獲得した。ドライバーズタイトルはハルムがチームオーナーのブラバムに5ポイント差をつけて獲得した。加えて BT24 はジャック・ブラバムの手でノンタイトル戦3勝を挙げ、その中には1967年オールトン。 パークインターナショナルゴールドカップも含まれた。翌1968年シーズンは2台のオリジナルシャシーが開幕戦の南アフリカに投入され、ブラバムとヨフヘンリントがドライブした。しかし、第2戦用の新型 BT26 が準備できたため、2台の BT24 は南アフリカの地元チームに売却された。サムティングルトベーシル・バン・ルーエンがその年の南アフリカ。 F1 選手権で3位と4位を記録した。ティングルは翌年の南アフリカグランプリにも BT24 で出場し8位となっている。その後彼のマシンは1970年1月までローカルイベントで使用され、一方バンルーエンのマシンはゴードン・ヘンダーソンとアイバー・ロバーツが様々なレースで使用した。三代目の b t シャシーは百六十七年末に 制作されたが、ブラバムチームで使用されたのは1968年の3レースのみだった。2戦は、ヨフヘンリンと、もう1戦は、ダンガーニーがドライブした。ドイツグランプリでは、クルト・アーレンスに対応された。その後、フランク・ウィリアムズが同車を購入、BT26 と同様のウィングを装着、2.5リッターのコスワース DVW を、 搭載し1969年のタスマンシリーズに参戦した。ピアス・カレッジが全7戦で使用し、ニュージーランドのテレトンガ・パークで勝利した。その他には2位、3位、4位が1回、リタイアが3回となり、ランキング3位でシーズンを終えた。ウィリアムズは1968年使用の3.0リッター DFV に換装し、燃費の悪化に対応した。 追加の燃料タンクを装着したが、同社はプライベーターのシルビオ・モーザーが購入した。モーザーは1969年シーズンの7戦に参加し、最高位はワットキンズ・グレンでの6位であった。モーザーはまたインターナショナルゴールドカップとヨーロッパヒルクライム選手権の2戦にも同社で参加した。各戦とも完走者上位6名に9から6から。 4から3から2から1ポイントが与えられたが、各チームの上位の車のみに与えられた。1967年と69年は、前半6戦のうちベスト5戦と、後半5戦のうちベスト4戦0九1968年は、前半6戦のうちベスト5戦と、後半6戦のうちベスト5戦が、有効ポイントとして計算された。1967年は18ポイントが、 BT19 と BT20 によって獲得された。1968年は4ポイントのみが BT24 によって獲得された。1969年のブラバムフォードの獲得ポイントはすべてブラバム BT26 によるものであった。ありがとうございます。